はいどうもプロダンです。今筋トレ終わりまして、やっと終わりました。はい、もうめちゃめちゃもうこれ肩ビデオ持ってるんだけど肩が破裂しそうなんですけど、まあ、筋トレ後の食事ということで、はい、まあ、今3時なんですけど、おやつにすき家に来ましたんで、3時のおやつ、3時のおやつですき家を食べたいと思います。もうやべえな、ブクブク太ってってな。やべえ、もう5キロ行きましょう。もうそうですね。いや絵になりますねマジで。なりますすき家が。なってます。テーブルが小さい。テーブルがめちゃ小さい。サイズ感的にめちゃめちゃ小さい。いいですね。何選ぶんですか。いや僕この牛すき丼か鶏そぼろ丼がこれうまいっすよ。ああ鶏そぼろ。鶏そぼろ丼。僕来るのでも1年半ぶりぐらいですねすき家。いや2年ぶりぐらいかも。僕記憶にないです。何でしたっけ王道のやつって。すき家の王道っすか。牛丼じゃないですか。まあ牛丼っすか。はい。とかこういう。とろり三種のチーズ丼にしましょう。おいいっすね。はい、トロリ三種にチーズ丼で、今日は肩と上腕三頭筋を潰してきたんで、はい、いやもうすごい8切れんばかりの後半なんかね荷重ディップスやったんですけど普通僕のセットの組み方だと、はい、まあアップやるんですよ20レップぐらいやって、うん、でそっから、まあ、そこそこ上げてって本セット3セット4セットやってドロップみたいな感じなんですけど、うん、鈴木社長最後の5セット目4セット目が一番なんかすごい重量やってた。確かに20キロプレート5枚ついてました、ね、あれやばかったっすね。で10レップやっぱなんかいい意味で、うん、気違いっす。いやーほんとそうでしたね。なんか戦車みたいでしたもん。半端ないですよ。あの皮膚感がやばいっすよ、ね。チーズ牛丼でほんと2回目っすね。マジですか。学生時代1回食ったんで。いただきます。すげーうまそう。いただきたいと思います。ただひたすら食うだけの動画になると思うんですけど、トレゴの飯はうまい。トレゴの飯はやっぱうまいっすね。うんうまっ。もうそんなんですよ。来てまだ1分経ってないぐらいですけど、もうなくなりますね。いい食いっぷりだ、はい、食べるのめっちゃ早いんですよ。大体外食ですか。自炊と、まあ、最近オフは結構外食多いかもしれないですね。うまいな、でも好きや。久々に来たけど久々に食うってうまいっすね。チーズがとろけれる、うまうまいっすか。なんかチーズ牛丼うまそうっすね。チーズ牛丼うまい。もう一杯食えばいいんじゃないですか。いきますよ。全然時間ありますよ。いやでもうまい。なんかすげえ熱くなってる。でまたこれ時間が経つととろけてきてまたうまいっすね。結構うまいっすよね。また3時ぐらいに食う牛丼っていいっすね。めっちゃいいっすね。はい。今さらなんですけど、もう一杯食っていいですか。あ、いいっすね。腹減っちゃった。しょうがないっすね。もう一杯食った方がいいっす。じゃあ、人さん2杯目ということで足りなかったんで、もう一杯食います。一日何食ぐらい食ってんすか。でも、最近まずチーズ牛丼の大盛りください。はい、チーズ牛丼の大盛りで、はい、食べます。一日何千キロカロリーぐらい。ですかね、でも結構オフって
僕結構適当なんですよ食事。なんか減量中ってなんか決まった時間に決まった量をそれなりに食べるみたいな感じなんで、常にスケジュール管理されてるみたいな。わかります。で、すごいそれがオフが減量できてストレスなんですよ、はい、オフは本当にもう腹が減った時に好きなものを好きなだけ本能のままに行くみたいな、はい、本当食欲のままに行くみたいな感じで全くその意識してなくて、それがなんか僕のオフの時の息抜きじゃないですけどっていう感覚なんですよ。朝っぱらから何、はい、でしたっけ、食ってましたもんね今日も、ね、何でしたっけ、あのチーズの何でしたっけ、何でしたっけ、あのパフェじゃん、あ絶対パフェじゃん、ブリトーっすね、あブリトーっすね、ブリトーとコメ食ってましたもんね、うん、やっぱ食わないとダメなんだ、食わないとね、やってらんないっすね。確かに、しかも今日のトレーニングハードすぎて、これこうやって今こうやって上げてますけど、これ自体もきついですもん、肩がそれぐらい追い込まれたんで、今日マジ来ました。失礼しました、すみません、結局2杯目です。うまそう、めっちゃうまいですよ。うまいっすか、好きやのナンバーワンでしたもんね。あ、そうなんですか、はい、さっき出てました、チーズ牛丼のナンバーワンなんですね。うん、うまい。うまいっすか、うまいっす、また似合うな、その黒の T シャツとチーズがうまい。帰って飯食って動画編集してて、ゲームやろうと思ったらアップデートで PSO のアップデートってめっちゃ時間かかるんですよ。いや40何分だったんですけど、もうその時点で2時半ぐらいだった。でも1回やんないと寝れねえと思ってアップデートしてた。そしたらなぜか残り19分ぐらいになってから、なぜかすごい、うん、ちょっとかけてみたい。辛いの苦手なんですけど、なんかうまそうっすね、バスコ。うまそうっすよ、ちょっとピザ的な。ああ、そうっすね、いいっすね、うまそう。プロデューサーも米しかないじゃないですか、もう最初にチーズ上だけさらっと食っちゃったんで僕大体そういう感じなんですよ。え、それ特盛りっすか、大盛りっすね、大盛りっすね、どうっすか、うん、うん、ピザあ、ピザになった感じですか、ピザ、うまそう。僕もタバスコかけたんでいただきたいと思います。皆様、風邪を引いたりしていませんか。寒さ対策には温性の高いインナーとか、うん、長時間使えるタイプとか、ピザっすね、いろいろ便利なものが出ていますが、うん、うまそうに食いますね、僕も。ジェンさんもうまそうに食うじゃないですか。いや、昔やってたお茶漬けの CM 出れますよね。これ見ましたよ。見ましたよ。新しく、トンチゲ鍋定食をご提供しておりますので、減量中頭回ってないのにバギわかんないし、もう一回やってます。やっぱそうなりますか。マジで、糖申請行われるから、うん、脳みそに最適に必要な糖質は、はいはいはい、補われるから大丈夫みたいなことを言う人いるんですけど、マジで糖申請効かないですからね。あ、そうなの、減量末期は。うん、思考回路が停止してくるんですか。本当に低血糖になるから頭が本当に、鈴木社長もなんか目が開かないって言ってたじゃないですか。あ、シパシパしてる、うん、残り1口です。少年の勇気を出して思いをつけました。ですが、受験は失敗してしまい、彼女への思いを、うまい、うまいっすか、うまい、うわ、なんか合うんだよな。出たお茶漬け食い、出たお茶漬け食い、いいっすね。あ、 CM 出れますよ。なんすか、その桜井のなんミスターゼロの桜井みたいな歌い方が横向くみたいな。うわ、うまそう、うわ、いいね、いいね。あ、それ CM 出れる。入ってない。